バズタイムズスペシャルディレクターの藤崎美優です。さあ今日は子どもたちが家族の元を離れてサバイバルキャンプを体験するというイベントがあると聞いてやってきました。これは見つけらんねえな。本当にあるんですかね。素手で撮りました。すごい、みんな元気。おお。いやー、米が焦げてない。おお、上手だね。あと細いフリンズで、へぇーフリンズで、あ、これがいいよ、それすごい、テント組み立て、すごい。なんかアドバイスありますか、テント組み立てる上で。ない。おはようございます。はい、おはようございます。本日はよろしくお願いします。はい、24サバイバルキャンペーンようこそ、おいでます。普通のキャンプイベントとは何が違うんですか？あ、そうですね、今回のキャンプイベントについては、子どもたちだけの力で、朝まで乗り越えると、3つほど大きく他のイベントとは異なる要素がありまして、1つ目に関しましてはウエストだからこそできるエンターテインメント性の高さというところが、1つ目のポイントになります。で、2つ目が、これはキャンプの大きな目的の1つでもあるんですけども、防災の知識っていうところを楽しく学べるっていうところが2つ目 で、3つ目が、キャンプをただやるというわけではなくって、子どもたちの成長のきっかけというところを作れるようなプログラム内容というところが大きな特徴の3つ目になっております。はい、じゃあ皆さんこんにちは。おはようございます。おはようございます。班長ね、隊長。そう、隊長でもいいわ。隊長なんかかっこいいから、じゃあ体験するか。おだー、ジョー隊長です。ジョー隊長。はい、で今日はこの班特別にもう一人隊長がいます。はい、はい、副隊長。はい、副隊長をします。みゆです、お願いします。みゆ隊長です。みゆです。ゆみです。はい、最初にやるゲームは神渡しです。両手の人差し指をじゃあこれ立ててください。で、そしたら今度隣の人に渡します。これをみんなで円になって一周して、これがじゃあどれだけ早くできるかやってみましょう。はい、じゃあいきますよ。よーい、できるかな、そんなに早く。スタート。繋げるとできないね。お、早い早い早い。ミーティー。ほら、応援して、応援。頑張れ頑張れ。オッケー。はい、頑張れ。じゃあ、はい、ただいまの記録、1分19秒です。でも1分かかっちゃったね。ね、4つの謎があるので、それは必ず見つけてきてください。よろしいですか？はい、はい、あれさえ手に入れば。そう、 B はみんなのバッチリかなってやる。こことこことここが、こことこことここはね、なんとかできた。水筒持った。置いていく可能性 50% だよ。ちょっと子供たちがパワフルすぎてついていくのにやっとなんですけど、ちょっとみんなが率先して謎を解いてくれそうなので、ちょっとついていって頑張りたいと思います。あ、これじゃない、これじゃない、ことなんかあった。こっち C だって。 C おいでおいで、ここ1個キーワード見つけたよ。 C、 ほんとだ、 C だ、 C って書いてあるね。おい、 C の C だ、 C だな、見つけたよ。 C だよ、 ABC の C だよね。で、1番のね、炎の男の秘密基地、職人のおじいちゃんがものすごいね、あの硬くていい音がする炭を作ってる、もうすっごい熱い溶鉱炉で、なんか取材されてる気分だね。こんにちは。こんにちは。こんにちは。ここって炭焼きのところで集めた。そう。あ、A だ。ここに。だから今 C と A があるでしょ。 C と A が C で A、 C、 見つけたね。ここが A でここは C でしょ、うん、じゃあこれでも2個目が見つかったね。
でも他になんかちょっとなんか散策してから行かない？うん。でちょっとお邪魔する。自由に中へ入って。うわすごい。すごいね。こんなところで作ってるんだ。細い風鈴釣り。風鈴釣りだって。風鈴釣り。あ、それがいい音がするやつか。わ、すごい。金属みたい。すごい。全いる？あ、いる。何ある？看板見つけたよ。あ、今あります。M です。今何の単語がある ACM ACM みんな大丈夫ですか、体力は。はい、ちょっとお腹空いてきました。でもこんな結構森の中入ってきましたけど。大人の不安を言っていいですか。はい、これだけ言って何もなかったら。違うの違う。これ違うの。ここ水違うわ。間違えたの。情報ないんだもん。本当に何もなかったです。俺で下見できてない。ここ嘘って言ってくれよ。よっしゃ来た。おはよう。ごめん、なんでそんな元気なの。もう元気ね。よし戻ろう。全然山走りたい。後ろを通すの来たみたいな。全然疲れない。疲れた。君だけはこっち側だね。疲れてるね。はい。あれ、マジ並び替える。お、並び替えてみる。キャンプで会ってんじゃん。キャンプで会ってんじゃない。そしたら P じゃないか。え、でもあれ、誰もいない。はい、答えはキャンプでした。イエーイ。ということで、報酬があります。お、これがいい。いや、君たちそれは作るんです。なんで言えない。はい、どれか好きなやつ持ってってください。1個こっちの方がいい。ました。1個だよ。全部持ってこい。ダメ。あ、できたできた。もう1個。よいしょ。あ、できた。すごい、みんな元気。あんなにさっき山道歩いたのに走ってる。私は紫。はい。コンブだ。コンブでしょ。鮭と、あ、いろいろあるよ。卵とか。卵。塩むすびもいいね。ダブルコンブ。ダブルコンブ。オッケー、じゃあ向こうで食べよう。はい。いただきます。卵、お茶。おいしい。辛くうまいな。コンブ入って。見て、状態超早い。もう一個食べた。サバイバルゲーム達成したけどどうだった？みんな。楽しかった。楽しかった。いっぱい歩いたね。筋肉痛になりそうだね。ただ時間を削っただけだった。あれ？あれもそれもが。みんなで頑張って探して。英語が分かったから見つけられたじゃん。で、ご飯が食べれる。英語分かったのは大の会だけどね。そうだね、うん、英語分かった人。テント作りは順調。なんでないの？多分。だって飛ばされないようにこういうやつがあるから。これダブルに経験者。はい。はい。わ、すごい男子部屋ですね。みんなどう？テント立てるの疲れた？疲れた。え、みんな普段キャンプしたりする？家族で時々時々。え、じゃあテントの中で泊まるのはしたことある？ある。おどんな話だよ。みんな今日ここで初めて会ったの？はい。お、すごい、初めて会ってこんなに仲良くなれたんだね。芋虫が立ち上がりました。あ、そう、ここに作り方が書いてあるのでこれを見ながらやっていきます。まずはグランドシートを敷く。大人。やっぱりね、大人はね、格が違う。やっとね。やっぱ大人のさ、やり方って違うよね。そう、うまい。嬉しい。俺の席来たもんね。ちょっといいところを見せつけられました、子供たち。切れ味。切れ味。俺の切れ味。
どう？あの上手？はい。本当に？はい。よかった。でもう優雅だね、座って。はい。キャンプは楽しいですか？はい。昨日はよく寝れましたか？はい。今日は楽しみでしたか？はい。天才だね。できたよ、一人で。じゃん。やったー、テント完成しました。すごい広々。バワンポールテントだと中に一本立てるだけなので、一人でも簡単にできました。快適です。やったー、すごい。でももうこのテント立てるだけでじんわり汗をかいたので、いい達成感です。難しいね、先生長すぎて無理。ちょっと難しい。どうですか、こういう体験楽しいですか？はい、新しいことを覚えられたりするのが楽しいです。もう初めてさあれ作ったから、こういうのこういう作り方を知れて楽しいです。うん、どう？ここ顔に見える。顔に見える。じゃあ、針で。針でいいんだ、これ。いい音の炭。いい音の炭。で、これがトゥルトゥルしたもので、これが変なもの。ありがとう。あ、でもほら見て、これでビンゴになったよ、斜め。硬いもの、変なもの、ツルツルしたもの。ビンゴ。楽しいですね。なんていうの、みんなと協力できるところ。重力だ、重力。重力すぎ、頭、笑いすぎて。笑いすぎて頭おかしくなる。助けてー。秘密情報。よし。はい、これはステルス張りといって、もう構造が雨風に強いような構造になっています。もう屋根をどうしても作らなきゃいけない災害時みたいな、はい、そういった時も作れるようになってます。はい、やってみたい。やってみ。上班長のお願い。気を取って。はい。はい。結構簡単に割れたな。いくぞ。おお。じゃあ枕にしっかりやるか。あ、これ忘れてない。はい。割ってる時に近くに来てる。はい。割れました。火起こし、火を起こすには何が必要かな。空気と。チャッカマン、チャッカマン。あの科学的なやつじゃなくて道具。チャッカマン。残念ながらチャッカマンとか文明の力が今日はありません。なので今日はみんなにこれを使ってもらいます。これ何かわかる人？はい。今の飛ばしやすいでしょ。プレッシャー、プレッシャー、プレッシャー。ってます。煽られてます。あ、そんな感じです。あ、そしたらこれに火を。ありがとう、ありがとう。あ、消えちゃった。まだ残ってます。いける？ちぎってって言いましたよね。ついてます。ついた、ついた、ついた。いや、ついてる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 。お、ついた、ついた。ここにどんどん薪を。細いやつ、細いやつ。あ、細い。お、いいね、いいね。なんかさっき1個だけついてる。家とかでもやるんですか、料理は？たまにやります。やる？私はそんなにやんないかも。それそれそれ、しゃもじだよ。お米はこっちなんですか？あ、やで。俺はいけるだろ。無理無理。あ、炒めなさいよ。嫌だ。嫌だよ、落としたくないわ。普段お家でお料理する？しません。おしません。じゃあこういう時こそお料理しなきゃ。よし、頑張れ。俺はするから、俺はするから。焦げる、焦げる。誰かが来ないと焦げちゃうよ。終わり。
全然終わり。飛んできたら教えて。おいもう増えるかな。からやっちゃっていいですか。やばい。二人は飯盒でご飯なんて炊かないでしょ。炊かない。炊かない。でも飯盒なんてやったことないし。炊飯器なるよね。なるとは思う。多分ね。多分黒焦げ、こいつが見張ってなかったら黒焦げになる。黒焦げになる。まだ根に持ってない。玉ねぎ切れないから玉ねぎだけお前切る。楓ちゃんかがまってないよ。料理しないよ。様子見なよ。俺全部やってよ。俺野菜切ったし。うん、ありがとう。俺肉とか持ってきたし。食えないよ、そしたら。草髪があっちでよかった。ゆっくり。変わりそう。はい。はい、よしじゃあ、いいですよ。同時に開けよ、同時に。よし、まず1個目の蓋。まず1個目の蓋。いきますよ。1個目の蓋いくよ。いきますよ。せーの。じゃーん。おー、おいしそう。おいしそう。結構いい匂いしますね。ねえ。しゃもじ、しゃもじ。お、中まで焦げてないですね。まあ、焦げあってもうまいやん。じゃ下まで行きましょうか。下まで行っちゃう。いやー、米が焦げてない。おお、上手だね。あとこっち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 。え、じゃあお皿持ってくる。いいね、上手にできたね。カレーできた。今回は上手にできましたー。急にテレビっぽくなった。テレビ。あっつぁ。おー、うわー、ちょっとあっつぁ。あっつぁ。あっつぁ。大丈夫だったら。がいい。がいい。近い。ない。いいよ。葉っぱだ。葉っぱじゃない。あー、キモずるいぞ。いや、すごい炊けたね、これね。上手に。あんな短時間で炊けるもんなんだ。そう、すごい火加減も。じゃあ、カレー持ってください。大丈夫かな。これは盛りやすい。薄いけど。盛りやすいくらいですね。お、すごい。おー、オッケー。じゃあ、これカレーを。こぼさないようにね、こぼさないように。はいはいはい、はい、やりすぎだってすごい。そうだね、手前に行って。やっぱやりすぎた。じゃあこの甘とおかゆ。これでもね、みんなが頑張って作ってくれたカレーなので。でも、グラムさんで美味しそう。アルミホイルのスプーンなんかあるんじゃないか。いい香り。カレーもいい香りがします。あ、でもジャガイモもホクホクで美味しそう。終わったらそれと仲良くしたそうで。じゃあ、いいですか。どうぞ。手を合わせてください。はい、いただきます。いただきます。いただきます。どう、ちょっと味薄い。味薄かった。いや、違う。やっぱ水っぽいの。水薄かった。サバイバルだからしょうがないな。どう、すごい。うん、水出せって言ったら誰だろうね。じゃあママが作るカレーと違う。普段お家で作るさ。こっちの米の方が柔らかいよ。本当に。うん、初めが一番心配してた玉ねぎもなんとかなった。うん、あ、よかった。美味しいね。そしたらさ、あれいいけど。さあ、どうご飯とカレーどう。おいしい。おいしい。うん、よかった。みんなで協力してできたもんね。うん、すごい。人間が片付ける。どこまで食ってわかんないけど、どう？美味しい？うん。うん。この子めっちゃ食欲出る。お。なんか肉と肉にブラックペッパーをかけたので、うん、なんかご飯と絡み合って美味しいですね。すごい。俺らは完璧ではないけどね。完璧食リポ、はい、上手。見習います。どう、作るの大変だった？カレー。めっちゃ大変でした。大変だった。でもどう、頑張った分美味しい？しゃ、美味しい。美味しい。よかった。もう火やっちゃうときもう意識飛んでるもん。みんなはおかわりするの？はい。おー、さすが。今日一番何が楽しかった？みんなのご飯。上先生の話。ああ、いいこと言うよ。みんなと料理作って
あれ一緒に食べればいいね。ご飯です。今日はサバイバルキャンプ、はい、参加してみてどうでしたか。私もちっちゃい頃からよくキャンプしてたんですけど、こうやって子供たちだけでキャンプするっていうのはみんなの成長にもつながりますし、みんながこう何よりこんなに仲良くなってみんなで協力して一つのことを達成するっていうのがすごく素敵なイベントだなと思いました。私もとっても楽しかったです。あ、よかったです。ありがとうございます。いや楽しかった。楽しかった。え、鳥とかいろいろ楽しかった。ね、楽しかったね。寂しくないの、お父さんは。いや、じゃあ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 、いない方がいい。いない方がいい。眠れた？寝ました。おはよう。おはようございます。さあ、2日目の朝になりました。ただいまの時刻は6時過ぎなんですが、すでに子どもたち、もう元気に活動しています。ちょっとね、今日はこれから朝ごはん作りが始まるということで、子どもたちと一緒に私も朝ごはんを作っていきたいと思います。なんか3時とか2時くらいに起きちゃった、うん、それで片付けました。暇になったので。そうです。しかもお腹すいて、お腹が痛いし頑張ろう、うん、よし。すごい。もうでもお片付けがね終わってるからね、うん、もっとご飯食べるだけだね、はい、うん、ご飯食べて、あとこれ全部片付けて運び出すだけ。そうだね、テントもね、みんなで片付けなきゃいけないからね。5分くらいで。おお、本当に。ちょっとじゃあ頑張ってね。朝から鬼ごっこをしようとしてます。鬼が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 。昨日はどう、眠れましたか？眠れました。朝めっちゃお腹痛かった。お腹痛かった？大丈夫？大丈夫です。治った？今。よかったよかった。これ誰の？よし。時間過ぎた。いや難しいね。え、それでもあの髪のところやったらいけるさ。うわー、巻きあるって。そんなでっかいの10キロ入れたらもう終わりじゃね。昨日よりうまくできた。はい、うまくいってる。長いね。せーの。あ、あ、あ、ちょっと待って。はい、どう？わー、お水が。どうどう？わー、おいしそうじゃない。はい、じゃあ手を合わせてください。いただきます。いただきます。はい、割り箸にて思うと、うん、おいしい。一口にちょうだい。今と比べてどうですか。ちょっと硬めなんですけど、でも美味しいです。粒一個一個が立ってる感じがします。みんなの愛情がいっぱい入ってます。うん、だいぶ硬い。だいぶ硬い。うん、美味しい。うん、美味しい美味しい。レンジル食べた。原因はやっぱり先に持ってて、なんか風でなんか乾燥したんだと思います。はい、というわけで1泊2日にわたりまして、子どもたちと一緒にサバイバルキャンプを体験させていただきました。最初は緊張していた子どもたちも、だんだんみんなが仲良くなって、全員で協力してこう謎解きのゲームをしてみたり、こう料理をしてみんなで美味しいご飯を食べたりと、やっぱり協力することの大切さも子どもたち同士で学んでいましたし、もう何よりも本当にみんなが元気で、その元気さに私もたくさん元気をもらいました。はい、そしてこの子どもたちと子どもたちだけで過ごすっていうのは、みんなにとっても思い出になりますし、これから先こう大人になって生活していく上でも身につくものがたくさんあるんじゃないかなと感じました。これから9月10月にもこの24サバイバルキャンプは開催されますので、ぜひ皆さん参加してみてください。サバイバルキャンプ